はい、アキラ総帥です。F1 女子が F1 キャリアモードに挑戦、フランスグランプリ、始めていきたいと思います。FP1、2、3 は、それぞれ特にクラッシュすることもなく無難にポイントの方をゲットしています。フリー走行を経てコースはラバーインした状態ですが、ポールポジション争いは予断を許しません。フランスグランプリ予選、まもなく開始です。フリー走行1、2がウェットでまともに走れたのが FP3 今日のコース上を見ていて賭けに出たチームはありますか、アンソニー。例えば決勝を見据え、今日はあえて固めのコンパウンドを選んでいるといったような。それはかなりの賭けですね。そんな冒険はよほど早くないとできませんよ。リスクを考えれば試すにしても最後の最後でしょう。重要なのは前方に位置することですから、決勝で少し有利になるからといってあえてグリッドを下げるような真似はしないのが普通です。まあこれはあくまでも原則論です。賭けに出るのは珍しいことではないし、試す価値がある場合も少なくありません。でも私がドライバーなら間違いなく予選は最速のタイヤを履かせますね。はい、それではウルトラソフトで、いきたいと思います。番手取れるか。あ、しまった、早速膨らんでしまった。めちゃめちゃ最初から失敗した。どうも今のポールポジションはボッタスか、ゴーストがボッタスか。取れました。明日行われる決勝のグリッドが決まりました。トップ3を確認しておきましょう。トロロッソ、ベッテル、ルイス・ハミルトン。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。どうしたんですかね、モナコグランプリで FP1、2、3 予選決勝全部クラッシュというクラッシュのグランドスラムを達成して評価だだ下がりでもう解雇まっしぐらだったのに、次のカナダで、まあ、ポールポジションではなかったけど結局優勝して、でこのフランスも予選ポール、初ポール。ちょっとモナコで役が全部落ちたのかな。そうとしか思えない。モナコでめちゃめちゃ役が落ちて、今ちょっとカナダから上昇気流来てるみたいな。まあ、あとは市街地サーキットじゃないからですね。市街地サーキットだったら私ちょっと苦手なんでちょっとダメですね。なんで普通のサーキットは AI レベルをまあもう10、まあ、70ぐらいもうちょっと難しくして、市街地サーキットはまあ50から60、まあ、あのモナコに関してはもうイージーの20 とかにいろいろ調整してやるとそれぞれのグランプリのレベルが統一されるかもしれないですね。とてもいい結果よ。レースもこの調子でね。さあメッセージが来ております。ジェフ、レース前、
メカニックは現時点でやれることを全てやった。いい結果を残せるか否かはスティアリングを握るドライバー次第だ。ジフ追伸、そうだ、人車を周回遅れにできたらピザをおごろう。どうだ、かっこ笑い。前車は無理だろうというか前車周回遅れにしてなんかピザかよっていうもっともっとそれだけやるならもっとすごいご褒美欲しいね。ファーストドライバー待遇に変わりますとか。よし、とりあえず行きましょう。さあ、ポールポジション初めてなんですがどうなるか。ルッカステレへようこそ。舞台は再び大西洋を越え復活したフランスグランプリへ。ポール・リカールで最後に F1 が開催された1990年にはアラン・プロストがフェラーリに通算100勝目をもたらし、自身も42勝目を飾りました。それから28年、当時を知らない若手が半分を占める中、新たな伝説は生まれるのでしょうか。マルセイユの東40キロに位置するポール・リカールの全長は 5.86 キロ。コーナーは左が6つ、右が9つの計15。8コーナーへの進入が最大の抜きどころです。トップスピードは330キロに達するでしょう。今日もアンソニー・デイビッドソンとお届けします。ダニエル・リカルドについてお聞かせください。前回は見事表彰台でしたが、その勢いを今回も維持できそうでしょうか。予測不能なのが F1 ですが、前回の走りで自信を深めているという部分は間違いなくあるでしょうね。せっかくポール取ったのにもうちょっと取り上げていただけますかね。準備はほぼ整ったようです。ここでスターティンググリッドを確認しておきましょう。さあ、ポールポジションはトロロッソ、その横2番手スタートはセバスチャン・ベッテル、残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ハミルトン、ボッタス、マックス・フェルスタッペン、ライコネン、アロンソ、ヒュルケンベルグ、サインツ、ロマン・グロージャン、マグヌッセン、オコン、セルジオ・ペレス、ガスリー、バンドーン、ルクレール、ダニエル・リカルド。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。ランス・ストロール、エリクソン、最後尾に位置するのはセルゲイ・シロトキン。さて、それではコースに目を向けてみましょう。見事ポールを獲得したが、勝負はこれからだ。スタートしたらインサイドをケアしろ。はい、インに飛び込ませないように。まあ、これはこの戦略がちょうどギリチョンですな。はい、 OK です。さあ、それでは初めてのポールポジションからの、レースいきましょう。素晴らしい。何の障害も。
ットインだ。スーパーソフトに変えるぞ。さあ、このままポールチェーンインができるかどうか。上げるよりブレーキアシストのレベル落とそうかな。今ミディアムなんですけど、ミディアムだったかな、ではなかった気がする。ただ一段階弱くできるぐらいのレベルだった。準備はできてる。この周回で入れ。多分そのアシスト切ったら途端に運転もっと下手になるので、なるべくアシストを切っていきたい。自分で操作できるようになりたいので、次のグランプリでブレーキアシストのレベルを落とします。そしていつかはオートマじゃなくシフトチェンジもやりたいけど、それはちょっと今シーズン。さあ、ハミルトンは、ハミルトンも、ピットインですね。
ロッタスとベッテルがそのまま今だ、行け行け。ミッション・ミルトンより A 前で出ることに成功。あ、かなりのチームがそのままステイアウトですね。ダイヤを大事にしよう。ダイヤで最後走る。できれば混雑しているところには出たくないけど、よし、大丈夫ですね。あ、ただクラッシュなんかしたくない。あう。大丈夫か。どんなバット落とさなきゃ。気をつけろ。相手に譲らなければペナルティーだぞ。あ、よかった。ウィング壊れてない。するわけにはいかない。ヒルケンベルグがピットインだ。ピットレーンに入った。お、出てる。バスも入ってました。マジよくやったな。このまま行くぞ。1位だ。オーバーカップ。
らってるんだ。コースが問題ですね。アクソンとってボールが近いだけでなんかもうプレッシャーで全然走れなくなってしまう。自分ルールがあるので、 FP1 とかでも最初の1周目とかでもクラッシュしたらやり直さないので、クラッシュすると本当チームの評価がだだ下がりなのでだ。後ろとの差は
2ラップ分だ。あ、これか。 B で変えるんだ。了解。インターミディエートタイヤをつける。違う。誰もそれで OK してないけど、そっか、それにカーソルがあった状態で放置してると決定になっちゃうんだ。なるほどね。彼らは中古のスーパーソフトだ。さっきのラップは 1.43.1。 ちょっとあんまり変に遊ぶのやめとこう。せっかく今いい感じなのに、これでクラッシュして車を壊して終わったら泣いてしまう。さっきのラップは 1.43.1。 前回のカナダでも FP2 クラッシュしたんですよ。ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。あ、違う、これだ、今回だ。後ろのマシンとの差は 21.1 秒。これまでのファステストラップは1分37.0。アシスト、トロロッソにとって大きな勝利となりました。アンソニー、他のチームとの差はどこにあったと思いますか？タイヤマネジメントの差が結果に出ましたね。ただスピードが出ればいいんじゃなくて、スティントやレース全体を通じて安定したスピードをキープすることが大事なんです。まさかのトロロッソラップタイムを維持しながらタイヤをいたわり、滑らかな走りを実現する、それが今日の決め手でしょう。いよいよ表彰式です。才能ある若手ドライバーを起用し、勝利に結びつけたのはチームの功績。今日の優勝チームはトロロッソ。まさかの女性ドライバーが2連勝。ではポイントを確認しておきましょう。ルイス・ハミルトンにとっては上々の結果、ランキングトップを独走です。ドライバーオブザデーですが、誰を選びますか？ダニエル・リカルドでしょうかね。今日の出来なら彼がふさわしいんじゃないでしょうか。コンストラクターの順位を見てみましょう。ランキングトップのメルセデスがさらにリードを拡大。今シーズンは多くのドラマが繰り広げられそうですね。次のレースを制するのは誰か、どうぞお見逃しなく。7番手にアップです。チームランクは変わらず、ただもうルノーにもう9ポイント差まで詰めた形になります。一気にググッと、それまでは 2,3 ポイントだったんですが、とりあえず終わりたいと思います。次へ。インタビュー来るかな。お疲れ様。今日はいかがでした？マシンを完璧にコントロールしていたようですね。
チームスタッフもドキドキしたことでしょうね。ファンのために走りました。いつも見せる走りを心がけていますからね。よっしゃ人気、よし、OK、ライバルと大接戦だったようですが、接戦かな、勝つことができたようですね。当然でしょ、チャンピオンに勝負を挑んでも返り討ちに遭うだけですよ。優勝後の気持ちをお聞かせください。信じられない気持ちです。耐久部門に感謝で、非常に素晴らしい仕事をしてくれました。耐久部門よいしょ。今日は理想の展開でしたね。採用したレース戦略が良かったのではないでしょうか。前に出て突っ走る、それが私の必勝法です。おお、なんか 4つの質問中3つも人気上昇。やっぱ勝ったりすると質問の数も多くなるんですね。優勝すると4つも質問が来る。その分、まあ、しかも饒舌に喋れるから人気が上がりやすい、選択肢も選びやすいということでしょうね。次の契約公開が楽しみですね。おお、このセッションで1118も。あ、なるほど、チーム目標を達成したやつがあるのか。おお、すごい、また2センチぐらいバーが伸びましたね。え、2000前のモナコの時にこの下の5チームか6チームぐらいもうバーがなかったとは考えられないぐらい、やっと元に戻ったって感じですね。おお、なんか一気にベテランが伸びた。おお、よし、人気重視の方に結構傾いてきました。素晴らしい結果よ。契約交渉にも好材料だわ。次も頑張って。契約交渉来ました。契約開始する。よし、提案の修正も可能よ。高い目標を設定するほどチーム側が示す条件も良くなるわ。今こちらの希望を提示することは何度かできるけど、注意して、チームの評価以上のことを望んでも却下されるだけだし、あまりしつこいと最初の条件に戻されてしまうから。チームが提示してきたのは、期待予選順位12位、決勝18位、チーム序列、あれ、セカ、あ、ファーストに上がりましたね。チーム目標イージー。なんかこの間より条件緩くなってるんですけど、どういうこと？ちょっとレースボーナスとかちょっと上げていきたいですね。これ75%とかしたらどうなるんだろう。チーム目標、これイージーじゃなくていいよな。ハード厳しいんでミディアムで、この決勝期待順位、予選、あ、これ以上上げらんない。11が最高だ。あ、まだ、え、あ、そうなんだ。あ、チームのレベルとかもあるのかな。フェラーリとかメルセデスとかじゃないとこう1位とか上げられないとか。ああ、そうかも、そうかも。まあね、これ低く提示してくれてるんだったらもうそれでいいですわ。並行開発はしたいですね。2つ、ストップ効率はまあ別にそんな、これで提示してみたらどうなるでしょうね。やってみよう。ああ、ダメだ、妥結できそうにないわ。見直さないとダメね。これはどれを下げればいいんでしょう。ちょっとさすがに 75% やりすぎたか。 50%、これもマイナー、ちょっとこれはどうしても入れたい。これでやったらどれぐらい、
希望が認められたわ。あとはサインするだけよ。適用は次のレースからになるわ。あ、全然 OK です。ね、決勝順位18位でいいんでしょ。まあ次からちょっとアシスト外したりしてちょっと難易度をまた調整するので、多分もうたまたままぐれで勝てることは多分なくなるんですけど、またしばらく慣れるまでの間、まあでもね、レースボーナス 50% になったのと、並行開発できるようになったのと、まあ、ファーストドライバーになったっていうところで、まあ、待遇は良くなったって感じですね。やっぱレースボーナスとかがつくのがいいですね。開発ポイント貯めやすくなるので。あ、そうだ、このツリーを見ていきましょう。1000ポイント貯まったので、また何かを開発したいと思います。これそれぞれ開発するのもいいんですけど、こういうのやった方がいいのかな。効率を改善し、新たなパワーポイントが 10% 少なくなります。これまあでもな、 10% 少なくなる言うても、まあどうだろう。こっちは品質管理失敗率が 7.5% 減少。失敗率ってどこに書いてあるんでしょうね。どれぐらい失敗するのか成功するのかの確率書いてるわけじゃないしな。でもこれ結構使うんですよね、1000とか。これに相当使うっていう。あれ、部門の限度に到達、どういうこと。とりあえず今全部門式が、いい感じなので、今のうちに開発を進めていきたいんですが、ここは購入済みでまだ開発待ちなので、できないので、エネルギー回生エアロはこれが、フロントカスケード、そっか、次戦から有効だから今まだできないんだ。信頼性上げていきましょうか。摩耗減らしたい。すぐ摩耗するから。そう、耐久性のやつを複数できるのにね。よし、これでとりあえず全項目1段階目の、耐久性アップなので、まあ、これ1段階やるやらないでも耐久の減り方だいぶ違うので、まあ、だいぶ良くなったかなと思います。よし、とりあえずこれでいいでしょう。ということで、あ、終わった。あ、カール、今回は総括すべきことがあまりない。いい走りだった。表彰台獲得おめでとう。慢心することなくこの勢いを今後も維持してほしい。カール、はい、ありがとうございます。ということで、ポールトゥーウィン、初めてのポールトゥーウィン、できましたが、次戦は、AI 難易度は60のままですが、アシストの方の、調整をしていきたいと思います。ブレーキアシストのレベルを、下げて挑戦したいと思います。それでは、本日はご視聴ありがとうございました。